ちは、どうもです。今日は、2月の11日ですね。朝7時過ぎ、まあ、6時半ぐらい出て、ちょっとねお腹に軽く入れてガソリン入れて、で今出発という形で、今日はね姫路の方のなんかあの柿の食べ放題に行くツーリングとして、今集合場所のねパルミっていうところまで向かっております。まあこれ久々なんですよね。そこに1月の3日かなんかに、倉敷の方行って、でその後、松さんのねマッハ3は行ったんですけども、あれも雨でもうすぐ帰ろう的な話で帰ってきたんで、まともにねツーリングって済んで1ヶ月以上か走れてないんですよね。はい、だからまあすごい楽しみといえば楽しみなんで、あとね柿がねこの時期になってくるとだいぶね実も大きくなってきてるらしいので、それも楽しみですね。で今日はねきっちゃんっていうとね、去年末ぐらいやったかなから元ブログを始められた方で、まあバーベキューのツーリングとか一緒に来ていただいたりもしてたんですけど、このピッチャーとも一緒に行こうということで、はい、向かってます。よかったらねまたあの下に URL 貼っとくんで、チャンネル登録等々お願いします。あの僕のお友達です。はい、まあ、キッチャーもねなんか聞いてたらやっぱり、年末ぐらいから、まあそうですね、年明け全然乗れてないらしいんで久々やと思うんです。結構皆さんそれ多いんちゃいますね。特にあの日本海寄りの人がねすごい、僕らみたいにこの、ね、京都でも大阪寄りとかそのちょっと南の方より向こうの方は今日でもやっぱあの吹雪とかね雪がだいぶ危ないらしいんで、その辺僕ら以上に、まあ、乗れない方といっぱいいるんですよね。北陸の方の方とかね、もう雪はどうしようもできないですね。まあ、という感じで今日は一日楽しくやっていきたいと思います。いやでは引き続きよろしくお願いします。あれからずっと来まして、阪神高速ですね、ずっと走って今阪神3号を走ってるんですけど、いやなんか久々にこの青空、でこう後ろからね太陽が、寒いです、めちゃくちゃ寒いけど、まあちょっと矛盾してる言い方になるんですけど気持ちいいですね。あーなんかね橋でこう山とかねビルがこう太陽に当たってるの見えて、あーええなーって思って、久々にこんなみんなって思ったんで、ちょっとカメラを回してみました。これ今がここはまだ天ヶ崎ら辺なのかな、下はもう一個前か、でその先に、神戸市があるんで、ちょっとねその神戸の京橋あたりぐらいまでね、ちょっと撮影してみようかなと思って走ってます。前に見えるのか正面がもうちょい左ぐらいかな、が六甲山とかあの辺なはずなんですよね。結構六甲の夜景とかもね動画とかで出されてる方、まあバイク以外になるかもしれないですけどね、あると思うんでね、結構夜景綺麗なはずで、僕行ったことはないんですけどね。なんだこう見る橋のいいっすね。ちょっと目この先ね甲子園が見えてくるとね、左側にちょっとだけ見えるんですけどね、壁が。で、見えてくると、2車線になるんですよね。一番左がなくなっちゃうので、向こう側の出口やったかな、の先から2車線に変わっちゃいます。いいですね、やっぱ。まあ、今日ちょっと気をつけながら、雪がね、降るかもしれない、まあ、50% とかなってるから降ると思うんですけど、まあ、雪もさっき凍結をね、気をつけると上がんなと思って、危ないですしね、でももうちょっとしたらね、こうあの前、真正面からちょっとちっちゃく見えるんですけど、あれが照明が見えるんですけど、山のちょうどね、真正面とか、あれが甲子園だったはずなんですけどね、こう、外壁のね、この辺がこうちょっとだけ見えるんですよ。
でね、こう高速のね、こっちの看板のとこに甲子園球場やったかな、これ書いてあるんですよ、ね。うん、あ、これか、これちょっと飛び出してる、これ見たら甲子園球場で、この今カラスが飛んできた、こうちょっとだけ見えるんですけど、うん、めっちゃいい天気よ。やっぱいいっすね、バイク乗るのは、うん。だんだんね、神戸市に近づくとね、高層マンションとかビルがね、やっぱ目立ってきますね。うん、もうすぐこれ西宮市ぐらいかな。西宮市で、芦屋市で、神戸市やったかな、うん、料金所ってことは芦屋か。芦屋ね、関西の高級住宅です。六六層というところがあって、ね、なんかもう、ほら俺の家が一番やろうみたいな店みたいな住宅になってますね。表から建物が見えへんとかね、もうすごいブワーって なんか企画があったんですよね。確か70坪以上か60坪以上の家を最低建てなければいけないっていうか、まあまあそういう決まりみたいなのがなんかあるらしいですよね。まあね、どうなんかちょっとわからないですけど、これね、本当は待ち合わせ場所手前にね、京橋っていうパーキングがあるんですけど、そこで休憩してもいいんですけど、あとね、手前に出口があって、その後すぐにそのパーキング入り口があるんで、間違えて降りるかもしれないと恐れがあるんでね。で、まあ、下行ったりしたら、なんか、あの子のいた子のいつも自販でコーヒー買うだけなんで、そうやったら、垂水屋とね、あのミニストップ の, あのコンビニがあるんで、まあまあ、あっちの方がいいかなって感じです。神戸市が近づいてきましたね、正面見えてるのが。タワーマンション。もうちょっといたらね、結構近くにこうビルとかボワーって出てくるんで、まあビル見て何が楽しいねって面白いけど、なんかね、景色見る、そのツーリングっていうかね、そういうのもいいかもしれんけど。人工的な建造物ね、もうまあ僕結構好きですね。それも結構ね、こうビルの、いや橋をね、こう真下すぐ近くっていうのから見るのはすげえってアホやと思われるかもしれないけど、それが結構ね好きですね。ここ降りてね、ちょっと行ったら、関西ではなくみんな、まあ、MK っていうコンビニがある、コンビニというか、まあ、タクシー会社がやってるコンビニがあるんですね、ローソンが。そこでね、夜集まったりもしてますね。久しぶりやな、フェニックスブラザー。生田川。出てきましたね。山とね、こっち海なんですけど、ね、海があって、うん、長崎もそうなんですね、長崎市、うん、何度か僕仕事では行ってるんですけど、山と海の間に町がある、うん、うん、サーブ行けるやっぱいいなバイク。京都では景観問題でこんな高いマンション建てれないんでね、こう背丈のね、値段、まあ、値段も高いでしょうけど、背丈の高いのもね、うん、もうちょいしたらね、あの地図も出てくるんですけど、ね、あのま、さっき言ったように間違えるかもしれないパーキング京橋ですね。ほら、手前が出口で奥がパーキングなんですよ。でこう高速なんでね、気持ち同じ気持ちもしてるので、俺に行かな、通り過ぎても待ち合わせの場所って言うとね、間違えてね、慌てて手前で左にそれで出ちゃう人がいるんで、うん、
ですね、京橋出口、ここで出てしまう人がいるんですよね。もう一個先なんですよ。まあこの P を見てれば間違いないかもしれませんね。路面地面にも書いてあるんですけど、うん、ここ行くとそのパーキングがあって、ここで待ち合わせされてる、ね、バイクの人もようやりますよ。これがポートタワーですね、モザイクとか、うん、あ、皆さん、カルビーがやってるポテトチップスの作りたてが食べれるところですね。神戸の街並みはこんな感じです、うん、いやまあもうちょっとでね、もうちょっとそういうの15分ぐらいかな、うん、で待ち合わせ場所に着きますので、はい、安全運転で、安全は当たり前けど安全運転で行きたいと思います。はい、じゃあタルミパーキング到着です。途中ね、ちょっとプリウスに殺されかけたんですけど頼むよ。さあ、キッちゃんいるかな、キッちゃんいるかな、いるかな、でもあったかい、ヘルメとかぶったら、そしたらキッちゃんと合流したんで、とりあえず姫路の方へ